ないんだよ、まずそんな、なさそうなんだよ。そうだもんね。これよくやるね。これ客いじりのやつだね。これ、D さんのね。そうだね。スタジオとかもね、あるね。ラジオネーム、大阪ベイブルース。ネットで、小木さんにかかってそうな陰謀論と、それを伝えるネットニュースっぽい感じ。うん、小木矢作小木は、イギリスのスパイだった。今ネット上でおぎはぎおぎに対して耳を疑いたくなるような陰謀論が持ち上がっている。それはおぎのスパイ説。おぎのファッションはなんかイギリスっぽい。レンジローバーに乗ってニヤニヤしてた。なんだかんだでおぎはベッカム好きという幼稚なものが大半だが、中には見過ごせない陰謀論も。その一つはおぎはぎの漫才の決め台詞。おぎやはぎの漫才は必ず、おぎです、やはぎです、おぎやはぎですが何か問題でもで始まる。疑惑はこの何か問題でもというセリフにある。このセリフ、英訳すると、Do you have any problems? となる。そう、勘のいい映画ファンならお気づきでしょう。これは、イギリスを代表する世界的なスパイ映画、007シリーズ5作目の、007は二度死ぬ。うん。でのセリフと全く同じ。この作品は日本を舞台にした作品として有名であり、潜入を反対するボンドガールのアキに対してジェームス・ボンドが放つセリフで、ボンドがスパイを決意する重要なセリフなのだ。ボンドガールの名前が小木博明のアキというのも偶然にしてはできすぎている。さらに某放送作家曰く、普通ネタに口を出さない小木がどうしてもこのフレーズを入れてくれと言ったことを昨日のことのように覚えている。後にも先にも、小木がネタに口を出したのはこの時だけだという証言も。興味深いのは最近の漫才ではなく、この問題でもという部分を省略し、小木です、矢作です。小木矢作ですけど何かで止めている点だ。これはすなわち、問題がなくなった。つまり、スパイが成功したという意味に取れるのではないだろうか。はぁ。調べてんね。すごいね。つなぎられんだよね。そういうことはね。何か問題でも。なるほど。はぁ。さあ、ということで、こんな感じの、それっぽい名前を思いついたら送ってください。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎはぎのメガネビーキ、君の名はの係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ、いろいろメール来てますよ、うん、はい、ラジオネームペッチャン、おぎさん、やぎさん、こもてさん、こんばんは。高一高二の夏休みだけ金髪にしたことがあります、うん、まさに若気の至りでクソダサかったですし、それ以来髪は染めていませんが、それはそれでいい思い出です、うん、ペッチャン、髪金髪したことある、ね、そういうタイプじゃないのに、うん、一応やっぱやってみんね。まあ、その時はそうなんだよね、うん、やんないとやばい年と年でもあるし、あの時ってなんか黒、なんかそちょっとでも染めなきゃいけないみたいな、なんか中1中2やんないとダメみたいなあった気がするんだよね。その金髪だけど、金髪やりすぎだけどね。うん、でも金髪ってこれが若い時か50過ぎてぐらいからしかできないからな。大体50過ぎてからだもんね。やるのね。そうだね。そうだね。なんか知らないけど、そうだね。20代から40代ってあんまいないもんね。そうだよね。ならないんだよ。うん。うん。北海道ラジオネームヒョン。矢作さん、小木さん、小室さん、こんばんは。29のクソメンですが、今、某 SNS で出会った看護師と飲んできました。うん、まあ、クソメンなんで何もできず帰ってきましたが、うん、残り顔を感じながらメガネビキを聞き、妄想にふけています。うん。ビアガーデン誘われたんで、次こそクロージングしてきます。また報告します。あれ何クロージングしてくる？何クロージングってそういえば。今そういう言い方すんの？クロージング、ね、そういう、そういう言葉がある。なんだよ、それ、本当に。何ね、当たり前のように言い合って。嫌がるね、誘われたって。でも誘われてんならすごいじゃない。ね、ね、向こうはもうその気だったんだし、うん、今日もなんかもしかしたら持ち帰られたかったってのもあったんじゃないの？うん。あんな誘ってくるって。そうね。大体そうだよ。うん、SNS で、会うってそういうことでしょ、女の人は。うん、その日のうちに
もう欲求溜まってたんでしょ、うん、そうだよね。うん、そうだよ。だいたいね、誘ってね、うん、断られたらどうしようとかと思うからみんな誘えないじゃん。うん、そう。あのね、断ってもね、断られてもいいんだよ。お、聞きたいそれ。うん。うん、それで嫌いになることはないんだよ。そうなの？うわ、この人軽いとか。で、思ったところで、うん、別に、みんな無理やりそこで、うん、断ってるのに無理やりやろうとしちゃいけないだけで、断ってすぐに、そうだよねって言って、書いたら、何にもこうマイナスイメージはつかないんだよ。なんで？そうなの？うん。みんなに言ってんでしょみたいなとか。だってやりたいなんて当たり前じゃん。デートしてて。うん。男が。それを、そんな、一回目のデートがそういうことしてきたから、この人最低なんて思う人は、いなくはないと思うけど、あの、ゼロではないと思うけど、そんなの。やりたいと思うのは当たり前って確かに今ちょっと言われてドキッとしたよ、俺も。面と向かって言われて。そう。いやいやドキッとしたろ？やっぱ嬉しいよ、そりゃ。そうだろ？今言われて。そうだね。それを許すか許さないか向こうの判断なんだけど、うん、やりたいっていう気持ちを出すことは、何にも別に失礼じゃないのよ。そうだよね。うん。褒めてるぐらいのことだよね、逆に言ったらね。そうそう。そんなの相手に対して。そう。だからそれで嫌われるってことは、ゼロとは言わないけど、うん、もうほんとそんな男最低って言われても、いなくはないと思うけど、まあほとんどいないでしょ。うんうん、うん。ええ。なるほど。これはちょっとみんな勇気出たんじゃないの？この今日の聞いてるリスナーは。ええ。こういうことだよ、この10代の人たちも。これ聞きたかったんだよ。その言葉を。誰もそんなことを教えてくれなかった。教えてくれなかった。今まで俺も。ああ、うん。そうだね。コムテンさんもだって今ね。うなずいてた。自分から鱗が。何40代のおじさんが二人になって。大人二人が。すげえなぁ。やっぱね。すげえなぁ。そうなんだね。この二人に俺別に言ってないんだよ。早くに今言ったの。まさかおじさんがこんな納得すると思わないからさ。すごいわ。わかった？そういうことだからね。うん。うん、ですね。ありますよ。ラジオネーム、きなこ。こんばんは。若くないけれど失礼します。はい、今年、みそじになる私ですが、うん、小学生の頃からの男友達と、今年の夏、関係が変わるかもしれないって、そわそわしています。ずっと好きだった幼馴染なので、うん、関係が変わってしまうのも怖いですが、先日、キスをしてしまいまして、どうにもこうにももやもやです。でも、もやもやしているのはきっと私だけで、男の人は気軽に誰にでもキスぐらいできますよね。いやいや、そんなことはない。そんな幼馴染なんだから、向こうもドキドキですよ、ね。ドキドキだよね。それはもうそうですよ。いいじゃんね、幼馴染と味噌汁になって恋に落ちるなんて。いい。そうだよ。ね。うん。これは楽しいと思うよ。それいいよ。今更だって幼馴染でこの味噌汁まで手出さなかった。ねえ、うん、わけだから、そう。今更軽い気持ちに手なんか出さないからね。絶対出せない。うん。よほどの覚悟がないともう無理。無理だよね。無理無理。だから、これは大丈夫だよ。うん、もう結婚ですよ。結婚しちゃって？そう。うん。うん、結婚しちゃってください。はい。ラジオネーム、ファイヤーダンス失敗。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。うん、僕は今、大学4年で、志望する職種の就活にすべて失敗してしまいました。なのでフリーターになるのが決まって落ち込んでいたんですが、足立みつる先生のタッチを読んだら、すごく感動して、ああ、もう何も、なんかいいやと思いました。夏のタッチは人の人生を変えますね。夏のタッチ最高だね。甲子園とかだからね。確かに夏のタッチ読むと、いやー。いいだろうなぁ。いいよ。読もうかな。もう読めなかったわ。甘酸っぱい。ね、甘酸っぱい。なんか読みたくなってきちゃった。そう。それだけど、もうなんか、いいやって思わない方がいいよ。そうだよ。そうだよね。頑張って。で頑張んないといけない。一応、ちょいね、気持ちを変えて、もう一回頑張って。うん。どうしてください。でもタッチはいいよね。タッチはいい。うん。ほんと夏の青春。さあ、それでは批評の時間ですか。うん、あ、来たったの？批評行きましょう。うん